おはようございます。三宅正春です。藤本まりのです。今週もお疲れ様でございました。お疲れ様でした。終わりましたですね。さあ、今週は反省点はどうでしたか、藤本さんは。今週は、非常に反省が多かったです。特に週半ばから。うん、週半ばから、はい。なんかありましたっけ。僕が見たのは、フロアでいきなり台本をひっくり返したのですね。さっきです。うわっとかいう、なんかそういううめき声がなんかスタジオに響いたっていうのは、あと結構よくこの画面でなんかひっくり返してますよね。あとそのひっくり返した時にうっうっとか。でも今週は2日連続ダジャレで変な空気にする事件っていうのがありましたね。ありまして、その辺でなんか伊野くんにクレームがあるっていう話を僕は聞きましたけど、はい、まあいいですかね、許してくれますか。いいんですか、伊野くんの名前出すとね、再生回数上がるんですよ。お今週の伊野の飯がチョコレートだったんですよ、うん、で、毎回私は伊野さんにダジャレをぶっ込むっていうのを、ダジャレ絶対ダジャレを伊野さんに言うっていうのを決めてるんです、ね、今回のダジャレがただ、なかなか思いつかず、チョコだけにちょこっと、ああもう定番のね、そう、あ、はいはい、そのちょこっとをもうたくさん詰め込んでたんですよ、うん、あ、そういう基本的にはちょこっとっていう、はい、そういうダジャレを回数入れるっていう、数で勝負と、数で勝負だと思ってやって、うん、リハーサルでもそれをやっていたら、伊野さんが、もう本番もあと1分半ぐらいで始まるときに、過去でもダジャレ入れてよ、ああなるほど、それがもう本番ギリギリで、はい、チョコだけじゃん、はい、今回で、どうしたの、どうしようと思って、ってことはもうその段階で言われたということは、そのカカオに関するそのダジャレは仕事しながらというか、その本番やりながら、はい、読みながら、原稿読みながら、その片隅でこう考えてたわけでしょ。そうです、ちょこっとって言いながらも頭をカカオでいっぱいなんですよ。どうしようどうしようと思って、そして出てきたカカオのダジャレが、はい、美肌を守るために、あ、その伊野さんの顔の美肌を、顔の美肌があって、伊野くんはどんな反応したんですか。タコライスに夢中で、そもそも聞いてないよね。そもそも聞いてない上に、あ、ね、ありがとうって言われて、それは要はものすごいスタジオ的には滑った感じになりましたけど、はい、あれは台本じゃなかったと。あれは台本じゃなかったんです。伊野さんの直前の無茶ぶりだったんです。なるほどね。だから空気は私のせいではありません。そういうことで伊野くんにクレームと、はい、ただあなたの場合はですね、さっき言いましたけど、はい、もう一回やらかしてますよね。ダジャレで、これは誰から言われたものでもなくて、あなたが完全に自主的にやったもので、はい、スタジオを凍りつかせるシーンがありました。あれ何でしたっけ、じゃんけんですよね。じゃんけんの受けコメントですよね、はい、なんて言ったんですか。白鳥が風邪をひいてしまいました。白鳥驚きますでしょ。じゃあ、今日も暑くなりそうですのでね、皆さんに一服の清涼といいますかね、涼しい風をお届けしたいと思います。それでは藤本まりの渾身のダジャレまで3、2、1、キュッ。いやー、今日も暑くなりそうですね。あっ、つい言っちゃった。あ、ついはい、どうもありがとうございました。